サラトフ。町の名はタタール語で黄色い山を意味するサルタウから。1590年、ボルガ川の周運の警備のために、ボルガ川ンに要塞が建設された。ボルガドイツ人の入植が進められた地域で、ドイツ人コミュニティが存在した。1870年に、鉄道でモスクワと結ばれてから大きく発展した。初期の社会革命党が、この町を、 活動拠点とした。ロシア革命後は、ソ連の航空機や宇宙開発に関する生産が行われていたことで、外国人の立ち入りが制限されていた。サラトフ市街、ヘロドトスの歴史第六巻には、スキタイの都市で古代イギリシア人の植民都市でもあったゲローノスの名が登場する。これを、現在のサラトフ周辺にあったとする議論がロシアにはあるが、 ウクライナ中部のポルタバ州にあったとする議論が有力である。ヘロドトスによれば、この町は、紀元前512年にアケメネス朝ペルシアのダレオス一世に焼かれ、滅ぼされたという。中世の13世紀から14世紀頃の記録には、ジョチウルスの交易都市ウケクが、ボルガ川沿いのサラトフ付近にあったとある。ウケクは、ティムール軍によって焼き滅ぼされたが、モスク、工房、 住居などの遺跡は現在も残っている。モスクワ国家は1552年に火山半国を1556年にアストラハン半国を征服し、ボルガ側一帯はモスクワ領となった。ァーリヒョードル一世の地勢に、モスクワ国家の東方国境とボルガの周運の守りを固めるため、いくつかの要塞や町がボルガ沿岸に築かれた。1586年の夏には、 サマーラに、砦が築かれ、1589年には、1590年、グレゴリーザ席間校の指示で、サマーラとザリーツインの中間点であるサラトフに、砦が築かれた。サラトフの町の木造建築は、サラトフ建設の1年前に、ボルガ上流の町で、組み立てが開始されていた。組み立てられた建物は、1590年の春に、材木に印をつけて、 一旦解体され、下流に流され、サラトフに陸揚げされて組み立てられた。こうして素早い要塞建設が可能となった。サラトフという地名の由来は、砂の剥き出しになった丘に囲まれていたことから、タタール語で、黄色い山を意味する、サルタウの名がついて、サラトフに転じた、という説のほか、チュルク系語で、高の島を意味するサリクアトフが転じたという説もある。 サラトフ市街図1613年の火災で、左岸のサラトフ川との合流点に移動された後、1674年に現在の位置に移された。1708年に都市として登録され、1780年以降、サラトフ県の中心都市となっている。サラトフは18世紀には、ボルガの主要な河口として、交通や物流の中心となる。 サラトフの聖堂モスクワからリャザンを経て、ウラル地方を結ぶ鉄道は1870年にサラトフに達した。26年後の1896年にはボルガ川ガ対岸にも鉄道が完成した。リャザンウラル鉄道が所有する鉄道連絡線は1935年にボルガ川を渡る鉄道橋が開業するまでの39年間に渡り、 サラトフと対岸のポクルフスクの間を結び続けた。第二次世界大戦の時期、サラトフはスターリングラード攻防戦を後方で支える拠点となった。南北方向に兵員や武器弾薬などをスターリングラードへ運ぶ特別列車が往復し続けた。1991年のソビエト連邦の崩壊間での間、軍用機の製造工場などがあり、ソ連の宇宙計画や 空軍力を支えていたサラトフは外国人の立ち入りを厳しく規制する閉鎖都市となっていた。サラトフのボルガソイの街並み、冬の夜サラトフはボルガドイツ人の多く住む街でもあった。1941年以前、サラトフ対岸のポクロフスクはボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国の首都であった。20世紀初頭、ボルガドイツ人は80万人を数えた。 ボルガドイツ人出身の科学者、産業家、音楽家などは多く、サラトフの初大学や音楽学校の礎を築いたのも彼らであった。第二次世界大戦が起こると、ボルガドイツ人は半数以上がシベリアやカザフスタンへ強制移住させられ、後にボルガ川沿岸に戻った人数はわずかであった。1980年代には残ったボルガドイツ人の西ドイツへの移住が始まった。 ネメツカヤ通りにあるカトリックの聖クレメンティ聖堂は1960年代に映画館に変えられてしまっているが、ドイツ人が住んでいた時期の名残をよく残している。サラトフのオペラバレー劇場、アレクサンドル・ラジーシチェフ記念美術館サラトフ子供用、劇場バシーリー・リュクシンが建設した、屋根付き市場。アール・ヌーボーの典型例イタリ生産者内、聖堂サラトフは、 天然資源や工業が豊かであるだけでなく、文化や科学研究の面でも豊かな町である。サラトフにはロシア科学アカデミーに属する6つの研究所、その他の研究所21カ所、19のプロジェクト研究所、サラトフ国立大学、サラトフ国立社会経済大学、他多くの科学技術系の大学や研究所があり、産業を支えている。オペラバレー劇場、音楽院、 サーカス、コンサートホール、博物館、ラジーシェフ記念美術館、多くの高等教育機関がある。サッカークラブ、ソーコールサラートフを保有する。自動車工業、石油化学工業が盛ん。また、サラートフ航空機工場では、多くの航空機が生産された。2019年8月20日には、サラートフ中央空港が閉鎖され、代わりに、 サラトフガガーリン空港が開港した。中央空港時代には当地を本拠とする航空会社サラービアも存在した。ソイボルガ鉄道支社のサラトフアイ駅は市の中心駅となっている。市内にはサラトフ支電が敷かれ、他のボルガガワ沿岸都市と同様に河川港が置かれている。サラトフ橋対岸のエンゲリスへ向かってボルガ川に架けられたサラートフ橋は、 建設当時ヨーロッパ最長の橋梁であった。サラトフのオペラバレア劇場サラトフの勝利公演。戦車、戦闘機、ロケット砲などが展示されているサラトフは、多くの著名人に関係する街であり、関係する人物の中には、作家ミハイル・ブルガーコフや詩人ガブリラ、デルジャービン、生物学者、ニコライ・バビロフ、画家、ミハイル・ブルーベリ、建築家、ヒョードル・シェクテリ、科学者、 ニコライ・ジーニン、作曲家、アルフレート・シュニトケ、航空機設計士オリエーク・アントーノフなどがいる。また、ニコライ・チェルヌイシェフスキーの成果があり、ニコライ・チェルヌイシェフスキー博物館として公開されている。DJ、音楽プロデューサーの Z の出生地でもある。ありがとうございます。